ト風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではバイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしたいと思っております。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、2020年もあっという間に2月が来てしまいまして、1年で一番寒い季節ですけれども、それぞれの皆様のお住まいの場所は今日はどんな感じなんでしょうかね。北海道は雪が多分すごいんじゃないかなと思いますし、沖縄といえばもう暖かいよなんていうこともね、聞けるんでしょうか。まあ2020年は結構いろんなことが起きて、いろんなニュースに満ちておりますけれどもね、ホープアベニューでは希望あるゴスペルのメッセージをお届けしたいと思っています。さて今日はですね、福音という言葉にちょっと焦点を当てたいと思うんですけども、これは実はですね、日本人は今すごく聞いてるんですよ。どういうふうに聞いてるでしょうか。エヴァンゲリオンという言葉で聞いていませんかね。まあ英語ではゴスペルですけども、エヴァンゲリオン、これはギリシャ語なんだそうですね。良いという言葉とアンゲリオン、メッセージ、まあ、だから良い知らせですよね。これはですね、例えば戦いが勝利した時にもう伝令がこう勝ったよとかね、または赤ちゃんが生まれた時にね、生まれたよと、まあ、こういう良い知らせのことをエヴァンゲリオンというそうなんですよ。はい、良いメッセージ、いやいいですね。まあ、ゲームの世界ではエヴァンゲリオンといえばとっても有名なんじゃないかと思いますけども、まあ、私あんまりゲームをしないので内容は分かりませんけれどもね、はい、良い知らせを日本人は今知らなくてはいけないと思います。なのでこのホープアベニューで短く申し上げますと、このエヴァンゲリオン、福音の良い知らせというのはどういうことかと言いますと、キリストが聖書バイブルに書いてある通りに私たちの罪のために死んだことという説明があります。いやー、これだけでもですね、いろんな側面から説明しなくちゃいけないと思うんですけども、キリストが、まあ、イエス・キリストですね、ジーザス・クライストがバイブルに書いてある通りに私たちの罪のために死んだというのが良い知らせなんだそうです。普通罪と定められたらずっとその罪を償うために、私たちの残りの人生を使わなくちゃいけないと思うんですね。まあちっちゃな罪から大きな罪までいろいろあると思いますし、またそれが、日常のニュースでこういろいろ言われたりしてるところですよね。そして裁判があって、まあ、ある時は逃げちゃったりしますけどもね、まあ、裁判を受けて、まあ、罪が確定するなんていう言葉を私たち日常的に聞いています。ですから罪というものは私たち自身が背負わなくちゃいけないものというふうに書いてあるんですけども、良い知らせエヴァンゲリオンはこういうふうに書いてあります。キリストが聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死んだことというふうに書いてあるんですね。いわば死刑ですよね。十字架は実に私たちの罪のための死刑であったということなんですね。まあこれを聞いて、じゃあ私たちはその罪の責任を負わなくていいんですかというとですね、社会上は社会に生きている限り私たちが何か間違いを犯してしまったらその責任はもちろん取らなくてはいけません。でも人間の本質的な罪というのはいくら私たちが責任取ろうと思っても取れないものなんですね。それをイエス・キリストがあの十字架で身代わりになってくださったということから、私たちは罪から自由、本質的なんですよ、本質的な罪から全く 100% 自由になれるというのがエヴァンゲリオン、良いメッセージ、良い知らせだったんですね。2020年、今年は今いろんなことが起きていますけれども、まず私たちがこの罪からの自由を宣言できるようになりたいなと思います。これが今日のホープアベニューのメッセージでした。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間でした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you and please remember Jesus loves you. Bye bye.